新居浜市長の石川です。新型コロナウイルスの感染が急激に拡大しています。外出の自粛や会食ルール、感染回避行動の徹底とワクチンの積極的な接種をお願いいたします。感染力が非常に強い新型コロナウイルス感染症デルタ株による感染の拡大に歯止めがかからず、愛媛県は爆発的な感染拡大を意味するステージ4に区分され、1日あたりの感染確認が初めて100人を超える危機的な状況となっています。本市におきましても市民の皆様や事業者の皆様にご協力をいただきながら、さまざまな感染症対策に取り組んでいるところではございますが、デルタ株が原因とされるクラスターが発生するほか、職場や家庭内における感染の拡大などにより、市内の感染者数は8月だけですでに110人を超えています。急激な感染の拡大に伴い、感染症対策の最前線である医療体制も逼迫の危機に瀕しています。市内各医療機関の皆様のご協力により、なんとか病床や救急医療体制を維持していただいておりますが、大変厳しい状況となっており、このままでは病気や事故などの通常の救急医療にも影響が生じる瀬戸際に直面しています。感染拡大の要因となっているデルタ株に対する対策として、正しいマスクの着用や手指消毒、3密回避などのこれまで行ってきた感染回避行動はもとより、人との接触を回避するため買い物の回数を減らすなど、市内外を問わず外出の自粛に努めていただくとともに、会食はまず感染対策を行っているお店を選び、普段から顔を合わせている4人以下でおおむね2時間以内でお楽しみをいただきたいと思います。なお、テイクアウトやデリバリーを上手に活用すること、スポーツや趣味の集まりは感染が落ち着くまでの間は延期していただくことも、人との接触を回避するための手段として有効です。これらと合わせてワクチンの接種を確実に進めていくことも非常に重要と考えています。ワクチン接種は新型コロナウイルス感染症の発症および重症化の予防に極めて高い効果があると言われています。市民の皆様にはご自身と大切な人の命を守るとともに、重症化を防ぎ医療体制の崩壊を防ぐため、積極的なワクチン接種とこれまで以上に慎重な判断と感染回避行動にご理解ご協力をいただきますよう強くお願いを申し上げます。